で行きますわ。めっちゃなんか今めっちゃ眠たすぎて。来た来た。もう来た。ありがとう。こんばんは。こんばんは。あ、めっちゃいっぱいトランペットたくさんありがとうございます。ありがとうね。かわゆい。ありがとう。トランペットめっちゃくれてる。ありがとう。かゆい。なんか二の腕かゆい。二の腕めっちゃかゆいねんけど。トランペットありがとうございます。今日もかわいいもちゃんは美女に。ありがとう。めっちゃ嬉しい。そうやっててくれて。もう来た。ハートありがとう。来た来た。やっほー。ありがとうね。レインボースターたくさん。嬉しい。めっちゃ来てくれてる。みんな急に始めたのに。待って、ごちゃ混ぜの面白い。ありがとう、そうやって言ってくれて。前髪切った。なんでよかったん？そう前髪切りました。なんか前髪だけね。なんかみんな毛先切ったって言われたんですけど、毛先ねほんまに切ってないんですよね。なんかでもなんか湿気とかでなんか浮いちゃってる、めっちゃ上に。そうだから縮毛矯正を早く当てないと私爆発しちゃう髪の毛が。ハートありがとう。今日めっちゃ眠たい、ほんまに。あのさっきさ、配信始まるまでなベッドでゴロゴロしとってんけど、なんか眠すぎて一瞬目閉じてた。眠って思って。髪型変わった？そう？変わってないねんけど。なんでみんなにそうやって言われるんやろ。変わってない。あれなんでやろ。前髪かな、やっぱ。ね、待って、ねえ待って、これ何、これ何、猫ちゃんだわ。くれた、待って、な、猫ちゃんタワーありがとう。めっちゃ可愛い。ありがとうね、猫ちゃんタワー。ありがとう。待って、猫ちゃんタワーかよ。めっちゃ嬉しいね、可愛い。ありがとう。お礼するから持っててな。あさってにしようかなって考えてさ、チャットに送ってんけど、これやっぱ浮いてるからな気がする。私全然長さ変わってないですよ。私ほら、こうしたら分かるんじゃない、なんか顔周りが変わったってね。でも本当に毛先とか切ってないです。本当にここしか触ってないね。マジで可愛い。ありがとう。ありがとう、ほんまにめっちゃ可愛い、猫ちゃんタワー。ありがとう、ほんまに。なんでよかったの、姫路城。なんでわかったん？そう、めっちゃ眠たくて、もう本当に目がしょぼしょぼしてる。なんでわかった？なんでわかったんですか？すごすぎ。すご、なんでわかったん？姫路城 T シャツ。そうそう、すごい、みんなありがとう。姫路城 T シャツです。でもなんか首締まりすぎてめっちゃ苦しい。苦しいんです、これ。そう、これね、姫路に売ってるから、よかったらみんなお揃いで買ってみて。で、買うときにももちゃんが持ってたからって。こんなに可愛かったと。嬉しい。全然可愛くないんですよ。全然可愛くなくて、いやもう本当に全然可愛くないんですけど、本当にいつもごちゃで大暴れしてしまって、本当に申し訳ございません。わかりました、じゃあこれ着ていく。本当にね、ごちゃでね、私大暴れしちゃってて、最近本当に反省はしてないんですけど、反省みたいな感じにして、反省ちょっとしてて、はい、なのでこれからももっと頑張ります。反省してないんですけどって言っちゃったけど、ちょっとしてる、本当にちょっとだけしてるんですけど。みんなちょっと見てくれる、見て
眉毛ごめんちょっとなんか見て眉毛眉毛サロン行ってきた見て細くないよなんかこんなんでしたよもともとそう眉毛サロンに行ってきただから今全然眉毛生えてないそうあ眉毛じゃ眉毛生えてます眉毛生えてるんですけどあの眉毛生えてなくてそうめっちゃ嬉しい今そうねあんなにねボーボーやったのにそう眉毛も変わったからちょっと印象が変わってるかも確かにあなんかあれじゃないちょっと変わったって思うのは眉毛もあるんじゃない分からんけど髪前髪も切ったし 眉毛もあのなくなったしだからもしかしたら眉毛生えてるえねえみんな聞いてなんかさ今日ねこういうクマさんの巾着ポーチをね普段持ち歩いてるんですけどなんかさほんま最悪気持ち悪気持ち悪ほんま気持ち悪なんかねこのあ気持ち悪ジルのハンドクリームを私入れてたんですよ一緒にじゃ蓋が開いちゃっててそのクマのポーチに散乱しちゃっててこのクリームがで中身がめっちゃベトベトで超気持ち悪いんですよもう気持ち悪くてほんまに仕方ないうえってなるなんか私こういうのなんかほんと気持ち悪いって思っちゃうんですよなんかベトベトしててうえってそうだからほんとに嫌いそう最悪やろもうほんまにね私ねそれで超今泣いてて気持ち悪でもいい匂いめっちゃいい匂いそう見て髪の毛下ろしたらもっと押さないでほら超幼くない小学生みたいほらおさないやんなえねえ何これあねありがとうねかわいいありがとう猫ちゃん嬉しいありがとうねみんなたくさん嬉しい私はねあの今からあのうるさくない程度にあのお風呂掃除を配信終わった後にやろうと思ってますはい最近お風呂掃除全くできてなくてあもうそろそろやばいなっていうちょっと危機感をね本当に覚えてますお風呂掃除をします私は今からです明日はちょっとね ありがたいことに予定がありましてそう今そうあの隣人さんにはね迷惑かからないようにうるさくない程度にあのお風呂掃除をしますそうなんですよそうありがたいことに明日は ご予定があるので私はそうですねはいそうだからあの明日はねお家にいませんのでその間ねあのねここ怖いじゃんだから私はそうご予定があるんです仕方ない紙配信いやお風呂掃除はさすがにやらんもうねほんと汚いからもうほんとに汚いあのねなんで髪の毛切りましたけど前髪しか切ってないですうんなんでやろうなんかみんなに言われる
なんか見える？そうやって待って、痛い、足が痛い、急に、なに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 、うわ、なに、足が痛い、急に足が痛い、え、なに、足が痛い、違うんですよ、なんかね、靴ずれしてたところが治りかけてたのに、なんかもうまたなんか痛い、ほっそりした、え、ほんまに、私全然してないで、え、ほっそりしたって思いました、え、全然切ってないのに、なんか髪の毛ほんまに、え、そんな変わった、なんか多分あれやと思う、マジ強い、なんか浮いてるんやと思う、髪の毛印象が違う、え、全然加工してないですよ、なんか、え、痩せた、痩せたかな、もしかしたら、ちょっと待って待って待って、なんか、え、そう、梅雨でね、髪の毛が上がっちゃってるの、上がっちゃってる、おかっぱになりましたよ、え、違う、嘘、ほんまに、え、こっちの方が好き、え、痩せた、え、痩せた私って私痩せてますか、空いてない、髪の毛まとまってる、ハズレ、それハズレです、もうそれ残念でした、私は髪の毛まとまってなくて、なんなら今湿気で、もう髪の毛の中とか見てほしい、ほら見えるかな、見えますか、もうね、ぎっしぎし、ぎっしぎしのぎっしちゃんなんですよ、見える、このほら、こことか見て、うねり、ほら、ここか、ここが一番わかりやすい、ほら見て、ここほら、こうなってこうなってるんですよ、そうだから強やからかも、髪の毛なんか見せられない、ちょっとさ内巻きしてみる、そううねってるんですよ、だから宿毛矯正を当てに行きたいなって思って、今いっぱい見てるんですけど、どこも高くてそう行きたいんですけど、やっぱりお金のね使い方をねちゃんと改めようって反省っていうかしようってなってるから、今はそうそうな、そうなんですよね、宿毛矯正ほんまに高くて、そうトリートメントだけでいいんじゃないってあるんですけど、トリートメントしても次の日にはこんな綺麗になるんですよ、キロン、だから私は宿毛矯正はね半年に1回、お金を稼ぐために公園に出ないとね、公園に出てお金はもらえないでしょ、わからないですけど、わからない、それはわからないね、数万するよね、高い高い、そう絶対必要なんですよね、ほら内巻き、お金がないからってうっかり銀行口座、言わないですよそんな言わないですよ、ありがとう音符、よく考えよう、お金は大事だ、え、わかんない、私知らない、知らないから返せない、その返答にはどうなんでしょう、
どう？でも顔周りをさ、めっちゃ多く切られてめっちゃイライラした。イライラしたらダメだと思うんですけど、ちょっと顔周りを切られたくないところを切られたからちょっとイラってした。ムカってしました。うん、イラってした。舌打ちはしてない、偉いから。うん、なるほどね。まだわかんないや、出てないから。はあ、今日もありがとう。今のカメラもいいけど、でもね、めっちゃ明るくしたいなと思う。ハートありがとう。こんばんは。人落ちしないで初めね、急にさ、こうやって美容こうやってカットしてて、鏡越しでこうやって睨みつける。今日はイオンのピーナッツ食べてない。まあ食べたいのに、食べたいのに。ダメだよ、しないよ、そんなするわけない。ちゃんと私はもうめちゃくちゃね、でも私結構ね、この髪型もいいんじゃないかなって思ってるから、嬉しかった。イオンのナッツ食べたかったけど今日食べてない、我慢した。もう今ほんまにダイエット頑張ろうと思って超頑張ってるんです。なんでダイエット頑張ってるかというと、自分がブサイクすぎるから。これはもう痩せないと、もう本当にみんなに嫌われていくなと本当に思いまして。違う、姫路城、白丸姫。そう、だから本当に今頑張ってる。そう、だからマジでダイエットは頑張ろうっていうか頑張ってる。目尻たぬき意識、うんうん、今すっぴんですよ。あ、すっぴんって書いとこう、テロップに。あ、すっぴんでへんになってもだ。すっぴんでへん、毎回すっぴんでへんで。昨日の女子会楽しそうで山でした。なんか女子会っていうよりかは、なんかちょっとみんなで慰めるというか、なんか私は一人だったら本当にシュンってなっちゃうから、そう、会おうってなって会った。そうでね、さっきはね、あのあれよ、あの電話してて、あのひろかも電話してた。ハートありがとね。すっぴんでへ、そう、すっぴんなんです。めちゃくちゃなすっぴん。こんばんは、こんばんは。そう、超すっぴんなんですけど、でも嬉しい。すっぴんやのにたぬき目尻たぬき意識してるって言ってくれて、なんか嬉しい。なんか嬉しいな、ありがとう。残念、すっぴんでしたっていう感じ。可愛くなった、ほんまに？してまへん。11時からマリナさんの配信があるって。
てないよ。みんなみんなみんなそっちに行くんでしょ。みんなそっちに行くんだ。みんなきっとマリナさんの方に行くんだよ。私のコメント欄はコメントが3個とかになるんだよ。1分に3個とか残る。あ、いいの、いいの、白丸姫も喜んでる。ありがとう、ありがとう、ありがとう、わーいわーい、ありがとう。それだから行かなきゃ。ほら行くんだ。どうせ白丸姫、姫路城のキャラクター。え、知らないですか白丸姫。これ姫路城で売ってますから、皆さんぜひ買ってみて。みんなはえな、な、値段、値段書かないでください。4620、もう2600円。うん、そう、お父さんに買ってもらった。お父さんとお母さんとお姉ちゃんで一緒に姫路城にこの前帰った時に行ったねんな。音符ありがとうね。じゃあじゃあお父さんと二人でお土産コーナー入って、トコ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 って、でなんかいっぱい姫路の T シャツがあって、なんかいいやんこれ、なんかごちゃに着ていこうかなーって、なんか冗談半分で言ったら、お父さんが「え、着ていきなよ、え、ピンクあるん、売ってなかったで、ピンク、なんかえ、もうピンク欲しい」で言ったら、お父さんが本気で「買うからじゃあ着ていきなよ」って言われて「え、ほんまに？うん」って言われて「分かった、これがいいんじゃない？」って言ったら、いや絶対姫路城じゃなくて白丸姫の方がいいって言われて、買ってもらった。お父さんに、これお父さんに買ってもらった。だからみんなぜひ買ってみて。うん、眠い。ぜひぜひ行ってみて姫路城。ほんまに姫路城はうん、いいと思う。でもそんな私もめっちゃ行ったことないからもう行くべきっていうおすすめはできないんですけど、でも行くべきだと思います。うん、ぜひ。観光大使って今誰の？え、知らないです誰なんやろ。でもなれるならなりたい。結構私本当に姫路のことは本当に、あの新潟でめっちゃ姫路のことは発言してるので、行くべきです、行くべき。うーん、なるほどね。ももかなりたい。見てないかな、姫路城の偉い人。すいません、姫路の方見てますか？見てたらでいいんですけど、もしねよろしければ、私結構本当に全国に姫路の良さとか、私特に、ね、姫路の高校園が大好きなんですけど、姫路のね高校園とかよく行ってたり、本当にね、よく姫路のことを全国に広めてたりしてて、これからも広めるって言える自信があるので、ぜひ、はい、姫路の何か、お仕事お仕事というよりかなんか姫路のなんか応援サポーターみたいなね、いただけたら私本当に心から
あの姫路のことを広めるので、ぜひよろしくお願いします。かっこいいありがとう。姫路観光大使ショールイベント、え、ないかな。私ほんまにマジで1位取るっていう勢いで、何でもします。ほんまにもうほんまにね、姫路城のほんまに、じゃあ瓦がもし割れたとかなったら全然直しに行くし、私が手伝いに行くし。で、私本当にあのね、昨日と一昨日で浴衣祭りがあったと思うけど、あの浴衣祭りで出たゴミとかはもう本当に家とかに持ち帰るし、もう本当に何でもします。姫路のためだったらもう本当に好きなんです、姫路のことがね。だからもう本当いつでもお声掛けいただけたらなって感じです。でも姫路は意外と綺麗よ。なんかね、街とかいっぱい物落ちてそうって思う方いるかもしれんけど、綺麗ですよ。全然ゴミとか落ちてない。苦手だ。もちろんですよ、もちろん働きますけど、地元愛もやっぱ捨てれないので、私そう、地元愛捨てれない、地元好きすぎる。だから私は1ヶ月に1回ぐらい帰りたい。オールスター戦、あ、そうなんですか、知らんかったそうだから、うん、あの広めてください。私が姫路の観光大使になりたいっていうのを私も広めていくし、頑張っちゃう。ありがとう、アンプ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。めっちゃ眠たくなってきた。拡散しときます、ありがとう。勝手に姫路観光大使、え、あれ勝手になんですか。え、じゃあ私ほんまに PR するで、マジでこれから。でもさ、チャットで PR したとしてもさ、ファンの方はね本当に分かってくれるじゃないですか。本当に姫路っていいところなんだなって。なんかSNS があったらもう私本当に多分毎日姫路のこと言ってる気がする。235人もいる、やらしてください、私にもう私にやらしてください。ほんま、なんかもっと PR できる自信ある。いや、もう本当にもっと観光大使できます。あ、マリナさんの配信始まった。いや、私はもっとできるね。もう高校へごめん、しつこいよな、高校へ。しつこいかもしれんけど本当に高校へが好きなんです。やれます、やらせてください、できます。あ、母子の観光大使ないと、うん、そっか。そんな厚かましいこと言えないですよ
うん、綺麗、めっちゃ姫路の街めっちゃ綺麗よ。あ、あと私ちょっと質問一つ一つ一つ質問があって、私の皆さんの中で好きな髪型なんですか？そう、それめっちゃ聞きたくて、ちょっとそれをね、その案がもしかしたら通るかもしれない、私の中でね。何が好きですか、私の髪の毛で。高めついてる。え、切ってないです、めっちゃみんなに言われる、切ってないですよ。そんなに切ったんかな、切ってないよ。リンゴヘア、やっぱリンゴヘアよね、私もリンゴヘアにしようかなって思ってる。高めツインテール切ってないよ。クジラヘアってどんなの今の。そう、あ、そう、今のね髪型嬉しいんやけど、なんかねアレンジの方で何がみんな好きかなって思いまして。ちょっと待って、ごめんね、止まってたよね、ごめんなさい、ごめん。そう、クジラヘアはちょんまげ、あー、ちょんまげか、なるほどね。ハートありがとう。ほんまにありがとう。いやー、どうしよっかな、でもリンゴヘアな、リンゴヘア、でも私も結構リンゴヘアが一番好き。めっちゃ眠い今日、やばい、ほんまに耳出しね。オッケー。え、めっちゃみんなになんか若返ったって言われる。え、私ほんま、え、私前髪しか切ってないですよ、ほんまに。そんなに？なんかみんなに言われる。眠たい、何これ、なんだこれ。待って、でも私お風呂掃除が残ってんねんな、この配信の後に。きつい、きつすぎるね。うん、全然広いじゃない全然違うよ、違う違う、やば、お風呂掃除、やばやば、お風呂掃除せなあかん。え、マジでめんどくさい、もうマジでめんどくさい、マジでめんどくさい、もうめんどくさいって叫ぶぐらいめんどくさい。姫路城です、そう、姫路城だよ、かわいいやろ、白丸姫。え、マジでめんどくさい、もう早くお母さん来てくれへんかなもうね、もう甘えてたらダメだって分かってるので私はやるんですけど、でも眠たいしお風呂掃除しなあかんし、いや朝は起きれへん、それなら許します。もうやだ、トランペットありがとう、もう拭いとく、プープープーありがとう、ああ手伝って、手伝ってマジで、なんかもう隅々まで掃除してほしい、なんか
頼みます。もうみんなに100円あげますもん。100円だけしかあげれないけど、100円あげます。手伝ってくれた方には100円しかあげれないけど、100円あげたいよ。それぐらい眠い。ありがとうね、花瓶。助かる。優しいな、みんな。ほんまにみんなはなんでそんなに優しいんですか。将来騙されないようにね。私も人のこと言えないけど、かわいい。ありがとう。眠すぎる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 。好きだからね。ありがとう。料理も作ったくさ。マジいいんですか。私めっちゃ食べますよ。大丈夫。お風呂掃除はないんですね。いやもう本当にお風呂掃除が嫌だ。でも今しないとこれから絶対しないし、しかも私配信が終わった後お風呂掃除して、その後に私最近ちょっと筋トレっていうか、まあそんなストレッチ程度なんですけど、ストレッチも始めてるからやばい。お腹減ったし、お腹鳴りそう今。やばい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 。できない。私はできません。できないです。すいません、できない。でも やらないといけないからやる。で明日も予定がある。やばい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 。洗濯機も超溜まってる。終わった終わった。でも洗濯機は夜中やからね、近所迷惑やから回せないし、洗濯機はもう明日します。明日の朝一するんですけど、無理だ。え、マジでできないです。でやるんですけど、干すのとか。どこですか。姫路城だよ。替えがない。もう本当その通り。もうね、あの正直な話を言わせていただくと、あのもう着る服がないぐらい洗濯機が溜まってるので、洗濯をしないといけないなって思ってまして、でも全然洗濯がね、洗濯機を回しててないなっていうことに気づきまして、そろそろ回さないといけないなって感じ。でも私は今から配信を切った後にお風呂掃除をしないといけないなって思ってるし、その後に筋トレもしないといけないなって思ってるし、その後にねちょっと やらないといけないこともしないといけないなって思ってるし、私はあれ眠たいなってなりました。はい、もうね洗濯機は部屋掃除は大丈夫。大丈夫じゃないよ。本当にお部屋が汚い。汚すぎる汚すぎるけど、もう部屋掃除よりまずはお風呂掃除をしないと本当に最近できてないの。大丈夫じゃないよ。
全然大丈夫じゃない、むしろ心配ありがとね本当に。でも全然大丈夫じゃない、正直、うん、私嘘つかないから正直に言いますね、汚いんだよ。うん、寝言が激しいの、なんで知ってるん、なんで急に周り映してみて、いや私は今から本当にもうシュッシュッシュッシュをお風呂場に撒き散らすっていうテロをします。シュ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 テロをします。今からシュシュテロを配信切った後に起こしてきます。楽しみだな。背面カメラ、いやあのね、はみ、あの反対方向のカメラにしてもベッドしか映らん、ベッドしかないからベッドが映る。なんか結構ね私のねベッドはねモダンなモダンで大人めなモダンなんです私のベッド。ピンクとかが良かったな。これの結果報告まぶやろ、任して。服だけでそんなんあるん今。え、お母さんに買ってもらおう。苦いとバイフィニッシュ。え、もうそんなんある。え、もうちょ、あ、それ明日買いに行こう。明日買いに行きます。もう明日買いに行く、もうお母さんに買ってもらおうかなじゃなくて、もう買いに行きます自分でも。理由はもう早めにあの トイレ行きたい。おトイレに行っとおいれ、ん、トイレ行っといれ、行っとい、いっとれ、いっとい、いっと、行かないよ、行きません。大きいあくびをしたいところですけど、大きいあくびをね映してしまったらみんなはショックを受けるので頑張って耐えてます。今日マジで眠たい、なんだこれ、なんか眠そうじゃない今日ももか、過去一眠そうじゃない。正解、過去一眠いんです。眠い、ありがとうね音符ちゃん。いや私は本当に配信が終わってからちゃんとお風呂掃除をする、絶対に寝ないって約束します。ハートありがとう、本当ありがとう。いや眉毛きれくなった、ほら見て、はい、眉毛サロンに行きました。眉毛サロンに行って私は涙を流して帰ってきました。
なんで涙を流したのかというと痛すぎた、うん、痛すぎた。やばいやばいやばい、前髪が何これ、何何何、若さは残酷だね、互いの笑顔。なんかね、眉毛を一本一本抜かれるからめっちゃ痛い。普通に涙で出てくる。ポロッ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 って涙出てくる。そう、でも眉毛綺麗くなったから何でもいい。でも眉毛サロン行くにはなんか3週間ぐらい伸ばさなあかんくて、めっちゃ伸ばしたもんか。だからあんまり自撮りとか送らなかった理由は、あの眉毛サロンに行ってないから眉毛が超ボーボーだから、そのボーボーをみんなに見られたくなくて、あんまり自撮りをチャットに送らなかった。眠すぎる。うん、吠える。店がある。ううん、全然そういうやつやで、眉毛サロンって抜くから眉毛を。あくび我慢した。うん、いつも私あくび我慢するときこれ。超眠い、やばい、今日どうしよう、何分までにしよう。今日は眠たいから早く終わろうかな。って思ってきた。眠すぎる。いいよ、ありがとう、優しい。なんかめっちゃ今日眠たい。なんなんやろ、急に眠たい。急にではなかった、配信始まる前から眠たかった。マジの話、マジの話。聞きますね、ありがとう。30分ちょうどいい時間、ほんまに。じゃあ30分に男女を読みますね。眠たい。みんなは明日からも、ん？明日からじゃない、今日からか、仕事ですか？お疲れさんです。です、はい、頑張って、応援してるよ。待って、この配信切った後にお風呂掃除って考えたらマジ憂鬱すぎてやばい。やだ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 
やだ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 、筋トレもしたくない、もう何もできない、ハートありがとう、何にもできない、何にもできない、私は何にもできない、でもやる、やるしかない、ここにとき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 めき、いや、やるやるやる、もう絶対やる、もう本当に、あ、じゃあ分かった、あ、分かった分かった、じゃああのゲリララジオトーク、お風呂場やったら見えへんや、だからもう本当にお風呂掃除ラジオトークしよっかな、30分か、え、分かんない、迷う迷うな、どうですか、だってさショールームはさ映せないんですよ、お風呂、本当にいかがです、でも眠すぎてあんま喋らんかも、ゴン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 って言うかもしれない、でカオスだったら配信すぐ切ります、そうしようかな、じゃあ本当にもしかしたらハウロ？何それ、もしかしたらね、めちゃくちゃお風呂掃除、いやそんなもんじゃないんですよ、私はほんまにね、そんなもんじゃないんです、ほんまに、いやほんといろいろこすらないといけない、頑張らなければ私は、なのでお風呂そんな時間かかりますよ、私本当にお風呂めっちゃ汚いんです、そうなんです、正直の話だから、もう本当にね放置してたらダメだなって私は思ったので、今日します、ちゃんと明日しようってなったら、また明日なったら、あーまた明日しようってなるし、ダメなのそんな、わかった、カビキラーしてる、持ってない、持ってない、カビキラー、まあなんとかなるよね、ハートありがとう、多分排水口、排水口、やだ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 、お掃除一番嫌い、お掃除一番嫌いだよ、頑張る、頑張ります、頑張る、え、カビキラー私ほんまにない、また買おう、やっぱいりますよね、そうだよね、そりゃそうだ、いるよね、頑張る、
眠い。これほんまに無理な気がするけど、明日買わない？買う。明日カビキラーと、こすらないで落ちるやつと、トイレのやつと、これは季節が悪いね。マジックリンはあるよ、知らんけど、多分あれマジックリン。なんか仮眠したら配信できなくなるんです。頑張る。そう、季節が悪い。これ季節が冬だったらまだしなくてよかったかも。しないといけないけど、男女読みます。13位グリーンティーさん、ありがとうございます。12位まさふみさん、ありがとうございます。え、マジ昨日またシアタクジをしたら2回目のもんちゃん特賞が出ました。え、すごい。え、書きます。ありがとうね、当ててくれて。また書くね。ありがとう、まさふみさん、ありがとう。11位ひで8さん、ありがとうございます。10位たけるんさん、ありがとうございます。ありがとう、来てくれて。9位アルファさん、ありがとうございます。8位たくぞうさん、ありがとうございます。お疲れ様です。休むのも仕事やで。ありがとう。私も毎日お仕事頑張ります。おお、ありがとうね。いつか姫大使になることを祈ってます。ありがとう。なった時は盛大に祝ってねパーティー開こうね、みんなで。ありがとう、たくぞうさん。7位令和の土方さん、ありがとうございます。今日もーちゃん白 T シャツ、白 T、 そう、まずに姫ちゃん、お風呂配信、そう、頑張って、頑張る。みんなよかった、来てね何も喋らんかもやけど。6位ひでおさん、ありがとうございます。配信ありがとう。お風呂掃除が、頑張る。明日も幸せな一日ありますよね。使ってく大丈夫。そう、みんなも気をつけてね。ジメジメしてるからね、本当に頭がね、うねるけど頑張ろうね。5位福吉さん、ありがとうございます。今日の終わりにもーちゃんの楽しい配信が見て、ありがとう。スピンで変をすっごいです。もーちゃん死なんて最後に、嬉しい言葉を言ってくれている。なんだって、ありがとう。そんなこと言ってくれてありがとうね。嬉しい。ガンマイフさん、あ、じゃ福吉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位カーマイフさん、ありがとうございます。もーちゃんこんばんは。お風呂掃除頑張れ。頑張るんだもんね、超おすすめだ。でも頑張るね。ありがとう、ありがとうございます、カーマイフさん。3位松戸の福山雅治さん、ありがとうございます。お風呂掃除はマジックリンね、今から使わせていただきます。お世話になります、マジックリン先輩。2位お金持ち先生さん、ありがとうございます。2週連続で ST さんのイベント行きました。今その今そのうちおもちゃに、それだ。1位近藤和弘さん、ありがとうございます。和弘さん、今日猫ちゃんタワーありがとうね、本当にびっくりした。ありがとうね和弘さん、またお礼するね。というわけで皆さん来ていただいてありがとうございました。今からラジオトークをしますので、よかったら来てね、待ってます。ありがとう。おやすみ、バイバイ。私はゆっくり寝るよ、お風呂掃除と筋トレをした後に。で、姫路観光大使になれるようにみんなも拡散よろしくお願いしますありがとう。バイバイ。来てくれてありがとう。ごめんね、終わっちゃって。最後までしたかったけど、お手洗いも行きますバイバイ。